自分を大切にしよう。今、自分には価値がないと思っているあなたへ。周りにそんな友達がいるあなたへ。そんな人が近くにいたら、何か力になってあげたいと思っているあなたへ。聞いていただきたい話があります。生まれたばかりの赤ちゃんです。お腹が空いたよ。ミルクちょうだい。おむつが濡れて気持ち悪いよ。取り替えて。と大きな声で泣いて、周りの人に助けを求めます。言葉では言えないので、泣いて周りの人に自分の気持ちを伝えています。こんなに小さいのに、一生懸命に生きようとしています。誰にもこんな時代がありました。皆さんは赤ちゃんの頃から今日まで、いろいろなことを経験して生きてきました。もしかしたら、自分が大切にされてこなかったと思っている人、自分に自信が持てないという人、これまでに大変なことがあった、苦しかった、辛かったという人がいるかもしれません。でもこれまで自分なりに我慢して頑張って毎日を過ごし生きてきた皆さんは、一人一人がとても大切な存在なのです。これから今の皆さんの心の状態について考えてみましょう。最近あなたは何かにストレスを感じることがありますか？私たちは日常の会話の中でストレスを感じるとか、ストレスがたまるなどということがあります。ストレスとは何なのでしょうか？ストレスとは、周りからのさまざまな刺激によって心や体に負担がかかった状態のことを言います。ストレスにはさまざまな原因があります。勉強や進路のこと、顔や体型のこと、自分の性格のこと、学校生活のこと、友達のこと、異性のこと、家族のこと、他にもいろいろあります。このようなストレスの原因のことをストレッサーと言います。ストレスは良くないものと思われがちです。しかし、適度なストレスは精神的な発達のために役立ちます。例えば、テストの前などに不安になってどうしようと思ったり、緊張してドキドキしたりしたことはありませんか？それはテストなどがストレスの原因、ストレッサーとなり、心や体に負担がかかっている状態と言えます。そのようなストレッサーに対して、よし、頑張ろうと挑戦しようとしたとき、自然とやる気や集中力が高まってきます。私たちは適度なストレスを乗り越えることで成長していると言えます。このように私たちにはある程度のストレスに対して耐えられる力が備わっています。その力をストレス耐性と言います。ストレス耐性には個人差があり、同じようなストレスでもあまり悩まないという人もいれば、辛く感じてとても悩んでしまうという人もいます。厚生労働省が実施した全国家庭児童調査によると、不安や悩みがあると答えた高校生等の割合は 84.9% でした。多くの人が不安や悩みがあると答えているように、生活の中でストレスを感じることは自然なことです。しかし、ストレスが大きすぎたり長く続いたりすると、ストレスに耐えきれなくなって、心や体に影響が出ることもあります。心や体がこんな状態になることはありませんか？
今の自分に自信が持てない。心配なことがあって食欲がない。眠れない。お腹が痛くなる。イライラがずっと消えない。消えたいと思ったり、自分自身を傷つけてみたり。それはあなたの心の SOS かもしれません。あなたはストレスから辛い気持ちになったとき、どのように対処していますか？また、友達が辛そうにしているとき、どのように対処していますか？自分が辛い気持ちになったとき、どのような対処方法がありましたか？このような対処方法もあります。大声で叫ぶ、思い切り歌う、せんべいをバリバリ食べる、氷を強く握りしめる。氷を握ると冷たくて痛いのですが、気持ちが落ち着くという効果があります。辛い気持ちになった時の対処方法は様々ですが、自分ができる方法、自分に合った方法を知っていることはとても大事なことです。でもやはり一番のおすすめは、信頼できる人に話すという方法です。相談できる友達や先輩がいても、自分たちだけでは解決できない問題というのもたくさんあります。そのような時はぜひ、身近にいる信頼できる大人に相談してみてください。家族、地域の方、地域の保健師さんにも相談ができます。学校ならば担任、養護教諭、部活動の顧問の先生やスクールカウンセラーの方など、相談しやすいと思う人に話してみてください。自分の思いを言葉にしてみると、話しているうちに、自分ってこんな風に思っていたんだ、と自分自身の気持ちに気づくことがあります。どんなことがあって、どんな風に感じて、どうしたいのか、自分のことを客観的に見られるようになります。自分の思っていることが整理されて、心の苦しさが軽くなります。自分の悩みを話すということは、結構勇気がいることです。こんなことで悩んでいるなんて、笑われちゃうかな、とか、ダメな人と思われるんじゃないかな、とか、でもあなたが、この人なら分かってくれるかも、と思う人に、少しだけ勇気を出して話してみてください。勇気を振り絞って話したのに、そんなこと言ってないで、頑張りなさい、と言われてしまうこともあります。実は、分かってくれる大人に出会うのは、大変なことなのです。だから少なくとも3人の大人に話してみましょう。その中で、それは大変だったね、とあなたの気持ちを真剣に受け止めてくれる人がいたら、その人があなたのことを分かってくれる人、信頼できる大人です。その人が見つかったら一緒に考えてもらいましょう。信頼できる大人に出会えなかったという場合でも大丈夫です。心の苦しさを相談する場所、相談機関があります。相談機関に電話やメールなどで相談することも解決方法の一つです。後ほど相談機関の連絡先が載った資料を配ります。心の苦しさや体の不調が続くというときは、心身症やうつ病、不安障害、PTSD、心的外傷ストレス障害などの心や体の病気の可能性もあり、精神科や心療内科などのお医者さんに見てもらうと良い場合があります。相談機関では病院についての相談にも応じてくれます。
もし友達が辛そうにしていたら、あなたならどのような声をかけますか？大丈夫？とか、どうしたの？などと声をかけて、友達の話を批判しないでよく聞いてあげてください。そして、友達の気持ちが落ち着いたら、信頼できる大人を一緒に探しましょう。もし、誰にも言わないでと言われたら、自分たちだけでは解決できないから、一緒に誰かに相談してみようと伝え、信頼できる大人のところに一緒に相談に行ってあげましょう。皆さんに一番伝えたいことです。心が苦しいときや、体の調子がおかしいというときは、一人で悩みを抱え込まないでください。助けを求めることは恥ずかしいことではありません。誰かに相談すること、助けを求めることは、自分を大切にする行動です。世の中には、信頼できる大人が必ずいます。どうか苦しい時には助けを求めてください。自分を大切に、相手を大切に、一人一人を大切に。最後に皆さんにエールを送ります。若葉という J-POP グループのあかりという曲です。